皆さんこんにちは、川森昌司です。機動都市 X のメカニックデザインを担当しました。今回の場合は割と主役メカ的なヒーロータイプのメカを依頼されたので、スタイリッシュでスマートなイメージで作っております。変形構造については、今回の場合ビーム砲を発射する形態に変形するわけなんですけれども、どんな形でビーム砲形態にするか、今まで自分でもね、いろんな変形メカ、マクロスで言えばバルキリーとかトランスフォーマーで言えば車から変形するとかをやってきたんですけども、ビーム砲の形にするので、それをどんな風にしたらばユニークな形になるかをいろいろ考えました。で、結局真ん中にこういうリング状のボディが丸い穴が開いて、そこからビームが生えていて、穴のところからビームを誘導しながら発射する、そんなシステムを考えてデザインしました。この機動都市 X のゲームの中で自分のメカがどんな風に活躍するのかすごく楽しみにしています。プレイヤーの皆さんもぜひ私の機体を操縦して思う存分戦ってみてください。よろしくお願いします。